-75 は宇宙開発事業団が打ち上げた技術試験衛星であるチェイサー衛星、彦星の国際標識番号は1997から 074B、ターゲット衛星、オリヒメの国際標識番号は1997から 074E。自動ランデブー、ドッキング技術実験、宇宙用、ロボット技術及び、 システム技術の実験、軌道上の原子状酸素の分布状態のモニター、宇宙データシステム諮問委員会勧告に基づく、宇宙用データ伝送システムの開発、データ中継衛星を利用した、複数衛星の同時運用技術の習得を目的としていた。キク7号ではこれらの様々な実験を地上施設から、小玉を介して、行うことができ、これは日本のみならず、 世界的にも最高峰の技術であった。この実験の成果が、後に宇宙ステーション補給機の無人ランデブーブ技術に活用された。2011年9月28日に地上からの衛星搭載ロボットアーム遠隔制御実験の成果により、アメリカ航空宇宙学会による2011アイアースペースオートメーションロボティクスアワードを希望と共に受賞している。 1990年にナスダ内部でランデブードッキングと宇宙ロボット技術の軌道上実験を行う ETS-7 の基本構想が提案された。システム検討を踏まえた上で2年後の1992年に予算が承認され研究開発に移行した。1994年からプロトフライトモデルの製作、試験が行われた。 平成9年11月28日に H2 ロケット6号機で熱帯高観測衛星と共に種ヶ島宇宙センターから打ち上げられた。先に TRMM を分離した後、打ち上げ後28分01秒に第2弾と衛星が分離され、所定の軌道に投入された。ありがとうございます。